知りたい知りたいもっと知りたい動物のこと全部知りたい。マナティとジュゴンって似てるけど実際違いはどこだかご存知ですか。まず淡水や汽水に生息するのがマナティ、海に生息しているのがジュゴン。そしてね、見分け方は実は尾びれ、尾びれの形を見ればわかる。尾びれがしゃもじ型ならマナティ、尾びれが三角形ならジュゴン。リクエストはコメントで。